はい、こんにちは、タクロと申します。今日は積分ね、このような多項式の関数がありまして、その2乗の積分の最小値ね、p q 動かした時の最小値を求める問題です。コインの積分習ってればできるんで、ぜひね、積分習ったばっかりの人もチャレンジしてみてください。はい、始めます。はい、まずなんですけど、2乗の積分を一発でやる公式なんかないので、まず展開しましょうか。多項式の展開です。まず、2乗、2乗、2乗と、これかけ、これかけ2。これかけ、これかけ2。これかけ、これかけ2。じゃあこれをね、マイナス1から1まで積分してあげたらいいんですけど、ちょっと楽ができます。っていうのもね、積分区間が対称になっとるからですね。図を書きましょうか。例えば、y イコール x の積分考えましょうか。y イコール x の積分考えましょうか。ね、ここの部分は、この積分の値の 2pq 倍ですからね。x 軸より上の部分の定積分っていうのは、正の値になって、それは面積を表すということでしたね。逆に、x 軸より下の時は、負の面積になります。だから、この面積にマイナス1かけたような値になる。積分と面積が対応してるよっていう話が教科書に書いてあると思うんですけど、見ればわかるんですけど、定積分の値が2分の1、マイナス2分の1っていうことで、打ち消し合います。打ち消し合って0になります。っていうのもね、この y イコール x っていうのが、原点に対して対称なグラフをなすから、面積も対称になっていて、打ち消し合って消える。というからくりになっているからなんですね。このような点対称な関数っていうのは他にもあって、y イコール x3 乗っていうのがあります。というときは、ここがやはり点対称なグラフになっているから、面積が打ち消し合って0になる。という性質があるんですね。x の5乗とか x の7乗とかも打ち消し合って消えるんですけど、このような関数のことをこの型の数字をとって、奇関数と言います。じゃあ、偶関数もあるんかっていうと、もちろんあります。偶関数っていうのは、累乗が2乗とか4乗になってるやつは偶関数って言います。それの1からマイナス1までの定積分は、y 軸対称になってますから、0から1までの積分の2倍っていう風に、これもね、計算を少し楽することができるんですね。他には x4 乗とか、ね、x4 乗とか x6 乗なんかも0から1の定積分の2倍っていうことで計算を楽することができます。2乗とか4乗とか6乗とか、定数関数もそうなんですけど、y 軸対称、偶関数といって、積分区間が対称な場合、片方の2倍っていうことで楽ができます。ね。なんで、それを使って今回は楽をしていこうと思います。前から偶関数か奇関数か見ていきましょうか。ね。偶関数、これも定数関数ですから、偶関数ね。x の0乗だから。これも偶関数ね。偶関数。わからない。これは奇関数。これとこれはちょっとわかんないですよね。n が偶数だったら偶関数、奇関数。n が奇数だったら奇関数、偶関数ってなりますよね。なんで、場合分けが必要な感じがします。いきましょう。n が偶数の時は、偶、偶、偶、奇。奇、偶ですから、こことここが消えまして。偶関数だけが残りますよ。っていうことですね。この2分の1はね、この2倍っていうのと2分の1で打ち消し合って1になってますよ。これを積分します。多項式関数のね、正式の関数の0から1までの積分っていうのはもう係数だけ取ればいいですからね。これは、積分したら 2n プラス1分の x の 2n プラス1乗に1代入して0代入して引き算するわけですから、係数だけ取ればいいんですよ。これも同じだ。3分の1が出る。まあ、これはそのまま9の2乗か。これも n プラス1分の29と。係数だけこういう風に取ってあげれば、一発で積分ができます。これはね、できるようになっておくとめちゃくちゃ早い。区間が0、1の時だけですけどね。これの最小値を考えていけば OK っていうことです。これ、偶数関数って思っちゃいけないですよ。これは PQ を動かした時の、それぞれ自由に動かした時の最小値を N を用いて表せっていうことですからね。P の二次式と Q の二次式ですから、
P、Q について平方完成すればいいんですよ。Q の係数となってるだけ。ね、分数関数じゃないですからね。全然大丈夫。P は平方完成できてるから、Q の方も平方完成すればいいですね。はい。ね、平方完成できました。なんで最小値は P が0、Q がマイナス N プラス1分の1を代入すれば OK っていうことですね。問題文にある通り、最小値を与える P、Q の組っていうのが一通りっていうことも一目瞭然です。はい。ということで、ここが最小値というふうになりますね。まあ、このまま書いてもいいんですけど、通分して計算するといい感じに綺麗になります。分子がね、n2 乗プラス 2n プラス1、引く 2n プラス1っていうことで、n2 乗と。というふうに計算することができます。ちゃんと最小値、正の値になってますよね。ね。そりゃまあ、2乗してる関数なんだから、定積分が0未満の値になったらおかしいですけど、まあ、おかしい値ではなさそうやねっていうことがわかります。ね。はい。こんな感じで、奇数も行きましょう。はい。ね、同じようにやればいいですね。ぐー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 、き、きってなるのかな？はい。これも定積分してしまいましょう。行きますかね。0、1の積分。ね。x の係数だけ取ればいいんですよ。この辺は一緒ですかね。ここだけちょっと違うね、という風になります。はい。で、これを P について Q について平方完成すれば OK。今回は、ここがね、P の式ですから、ここは平方完成しましょう。はい。平方完成できましたんで、ね。ちゃんと P、Q の組が一つしかない。っていうことがわかりますね。はい。ね、最小値。これもね、計算するとね、ちょっといい感じになるんで、通分しておきます。このままではもちろん構いません。4n プラス4引く 6n プラス3だから。はい。こんな風になります。やっぱりこれも常に正の値になりますね。はい。というわけで、これが、ここの部分が解とっていう風になります。まとめ、ポイントはやっぱりこれ、ここでしたね。定積分を楽する方法。参考書にはね、なんかこう、定理みたいな形で載ってるんだけど、グラフが点対称になる、線対称になるっていう風な頭に入れ方が一番いいです。積分を面積のイメージで捉えるのが最もいいのかなと思っています。そうするとね、これが2とマイナス2とかでも、π とマイナス π でもちゃんと成り立つねっていうことが、グラフで書いてたら忘れることはないからです。また、原点について対称じゃなくて、例えば10について点対称みたいな形になった時にも応用が効くからですね。合同な図形っていうイメージを持っておくと応用が非常に効きやすいかなと思っています。はい、今日の授業は以上です。ね、ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。